い、皆さんこんにちは、中島愛子です。今日は中島愛子式月とカラーと〇〇との暦編のお話をさせていただきたいと思います。私がですね、実はこの、皆さんにとってもとってもお役に立っていただけるような暦を作ってみました。暦すなわちカレンダーです。でもこれはただのカレンダーじゃないんです。なぜかというと、私自身がもう今まで見たことないようなカレンダーを本当に作ってみたかったんです。どんなカレンダーかというと、自分の心の状態もわかる、そして、自分自身が今日何に力を入れて何に力を抜いて、例えば今日はどんな風に行動してどんな風に、考えたらいいのか、そんなことが分かるような暦を本当に作ってみたかったんです。で、まあとうとうそれができました。本当はですね、実は、もう1ヶ月ぐらい前に作ってみたかったんですけど、でも今にして思うとやっぱりこのタイミングで良かったんだなとちょっと思っております。なんでかというと、普通皆さん暦というのはカレンダーですね。カレンダーっていうのは1月1日から始まっていると思ってませんか。だいたい1月1日から基準で、今はされてると思います。でもですね、私はですね、本来暦というのは、この春から変えた方がいいなと思っているんです。なぜなら、実はですね、1月1日っていうのは太陽暦って言って、皆さんご存知ですか。太陽暦に基づいて、すなわち太陽の運行に基づいて、ある基準を決めて暦を作っています。で、現代のカレンダーはそこが基準です。でも皆さん今日ね、月とカラーとっていう風にしてついてますよね。ですからこのお月様にちょっとフォーカスしていただきたいんですけど、私ね、月神社なんですよね。なぜかというと、私が見えない世界に戻ってきたのが5年前なんですけど、この5年前からこの月のサイクル、月の動きで私は動いてるんですね。この動きで動き始めて、これをまあ言ったら私の暦ですね、私の暦の中心として動き始めて、本当にうまくいき始めたんです。うまくいき始めた、これは自分の行動とか、心の部分ですね、そこの、サイクルを取るのにうまくいき始めたんです。でもですね、実はそれだけでは足らないなということに気づいたんです。というのも、その月のサイクルっていうのはだいたい2月から始まるんですね。2月から始まるんですけど、2月は2月の新月です。そこから始まるんですけど、それが私は心の正月だと思ってます。2月の新月がちょうど月の始まりの1月1日、太陽の始まりは1月1日です。そして宇宙ですね、宇宙の始まりがこの3月20日以降なんですね。ということで、まあ1月1日に始まるのは肉体、体の方のお正月、で2月のお月様の、新月から始まるこの時期は私は心のお正月だと思っています。でですね、最後この3月ですね、この3月から始まる宇宙の、お正月、宇宙のが元旦ですね、それは私は魂の始まりお正月だと思っています。ですからちょうどこの1、2、3が出揃ったところで、やっぱり私はこの暦を発表しようと思いました。でですね、皆さん見えますか。たまたま今私はこの、暦を発表する時期に、この富士山の麓に来ました。ということでここで、その発表をさせていただいているということです。これは私が皆さんに良い波動も送りたいから、やっぱり魂も心も体も一体となれるような暦を、一体となってその基準になるような暦を作ってみたかったんです。そんな暦ができました。ぜひ皆さん、この暦を使ってみてください。そして皆さんの例えば魂の部分から、心の部分から、そして肉体の部分から、
つまり行動ですね。行動と思い、思いとタイミングですね。これを一致させるような暦、そんな暦を作ってみましたので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。そしてこれから順番に使い方もお教えします。これそんなに難しくないので、ぜひお試しください。で、この今お試し期間なんです。このお試し期間にちょっと使ってみてください。そして皆さんが、ああいいなと思ったら、この暦を4月から使ってみることをお勧めします。なぜならもうこれは4月から使うと、もうどん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 運気が上がっていきます。そしてこの暦を使うごとに、私のまあバイブルである、まあ人はね、愛ね、愛です。人イコール愛で、それともう一つ必要なものはお金です。これは物資です、物です。人、愛、物、お金、この全てをこの暦を基準にすることによって引き寄せて手に入れることができます。ですからぜひぜひ、この暦を基準に動いてみてください。そして皆様が満足のいくような毎日を過ごせるように、私はこの暦を、毎月毎月、作っていきたいと思います。どうぞ皆様一度お試しください。そしてもしよかったら感想なんかも聞かせてください。まだまだこれ改善しながら作っていくので、皆さんのご意見もすごく大事にしたいと思っています。ということで、この富士山とともに、この暦のご説明をさせていただきました。また詳しくはいろいろと分かりやすくここで説明していきますので、ぜひぜひあちらこちら押しながら、へーって思いながら、この、暦を一度使ってみてください。では皆さんお試しください。よろしく。